どうもウルトラマンです。本日はウルトラマンガチャのリベンジいきたいと思います。魔法石集めてきました。昨日の動画でね、このダンジョンというかこのイベントクリアすると魔法石30個ぐらいもらえるよっていうのをねやったと思うんですけども、全部クリアしまして手持ち38個、ウルトラマンガチャが石6個のガチャなので6回は引けるのかなというところでリベンジいきましょう。前回ゲットしたキャラクターたちはこんな感じで、まあ一番下の4体なんですけど、ウルトラマンガチャといえどもウルトラマンが出ないという結果に終わりました。これじゃ怪獣ガチャだよね。はい、今回こそウルトラマンゲットしていきたいと思います。 Z とかね、まあメビウスとかもそうですけど、まあ、気になってるキャラはいるんですよ。いるけど、まあ交換の弾はないのでガチャから引きずり出すしかないというところ。はい、行きましょう。頼むよ、マジで頼むよ、マジで頼むよ。はいはい、多分ね今週夏休みガチャの情報とか出ると思うんですよ。きついな。まあ全然複数ありだけどね、言ってしまえばこの辺って。はいはい、8月になればそれこそまた100個もらえるといえど、あウルトラマン出たけど、これ前回からいる父だよね、ウルトラの父。はい、この父に関してはさ、怪獣はさ超つなぎ足持ちで複属性同属性とかあったけどさ、父光属性なんだよね。それだけで言ったら怪獣の方が強くね。ゴモラとかね、バルタンとかめちゃめちゃ強いもんね。ねえ、ダイヤが出ないんだけど、もうダメか今回。ダメなんか？ゼットンですね。3体目か。もうぼちぼちいらんね。でも今回さ、そのツイッターとか見てても、あとコメント欄見てても、苦しんでる方多いですね。ねえ、これ怪獣ガチャだよ、ほぼ。だってもうあと2回だよ。2回で、ダイヤ0とかだったら、泣くよ ?5、泣くよ、泣くぞ。よし、さあ何が出る。おー、これあれじゃね、トリガーダーク来ました。星6。まあ闇来たか。まあなんといってもこのベースの形態で言ったらね、進化スキルで進化後のスキルがダブル吸収無効が6ターンで打ててしまうと、まあ、バトリオン以降でのみ使用可能ってやつだけど、まあ、同時にね闇生成もできたりして、いや弱いわけはないっすよこのスペックは。究極に関してはね、まあなかなかパーティー組めないけどこのアカウントだと、闇のね超つなげ消し持ちで毒の完全耐性、操作負荷耐性を素で持っててとても偉いと思います。超覚醒の選択肢も優秀。いやー嬉しいけど、手持ちと噛み合ってるかって言ったら違うところ来たかな。まあでも武器もね、捨て盛りと劣盛りと悪魔タイプ追加、これは本当にだからね、悪魔タイプ追加で同様の捨て盛りの闇烈のとか代用が出る可能性がめちゃめちゃ低いと思ってるんで、どっかでハマるかもね。まあ最悪な結果は免れた、でも終わり良ければ全て良しとも言うので、お願いしますよ、お願いしますよ、お願いします。よし、いいじゃん、終わり良ければ全て良し。あーセブンか、持ってんな。なんでこんだけラインナップいて被るん。セブン、セブンまでゲットしました、ありがとうございます。エンハループね。まあ、やれることとしてはちょっと物足んない感じはするんだよな。まあシンプルに武器なのか、まあ本体のこのねロック解除変換役なのか、エンハンも3倍のエンハンスが3ターンで打てるは結構優秀ではあるよね。でもまあ1体持っておけばよかった感はあるな正直。僕のこのアカウントだとね。でもまあ交換にじゃあ踏み切るかと言われたら全然弾もないのでちょっと厳しいですかね。はい、そんな感じでした。
なんとか、なんとか前回の負け分、あ、取り返してはいないわ、取り返してないけど、星6のね、まあ、ダイヤのウルトラマン2連引けたということで、ギリセーフでした。まあ、今回のウルトラマンガチャはこれで終わりかな。ガチャもう引けないかなと思います。あー、でもあれだね、未知の申請をクリアすれば85個もらえるんで、まあ、それで、まあ、もう1体ウルトラマン引くまで引いて残りを、夏休みガチャに回して、で8月入ったら大型コラボは8月のその100個使ってみたいな感じでもいいかもしれないですね。まあ、とにもかくにも次の動画ではこのアカウントの未知の申請やっていきたいと思います。さっきねちょっとパーティー映ったと思うんですけど、はい、今調整中でございます。いけそうでしょ。ダンタリオン2体目とかアンタレス2体目とか代用してるけど、なんとかなりそうな感じしない？雰囲気勝ってない？これもう雰囲気で勝ってるよね。じゃあ魔法石85個くれよ。何言ってんだよ。お疲れ様でした。さよなら。しげしげチャンネル。